はい、こんにちは。怖い。続きをやるのが怖い。田中さんの部屋の前に立つと足元がひんやりする。怖い。どうなんだろう。なんかそろそろ分岐によってゲームオーバーとかになるんじゃないかな。わかんないけどさ、途中でゲームオーバーになるものなのか。わかんないけど。まあ、続きやっていきましょうじゃない。怖いけど。はぁ。ドアの下から冷気が染み出してきているのだ。一体何を調べるつもりなんだ。敏夫さんが質問してくる。僕は答えられず黙ってドアを開けた。ガチャ。部屋の中を無数の、雪片が乱舞している。切符。まるで冷凍庫のようだった。ガラスのなくなった窓から吹き込む雪で、今や窓側のベッドの半分以上が覆い隠されていた。寒い。こんな格好じゃ5分といられないわ。水戸が震えながら叫ぶ。とりあえずバスルームを調べよう。避難するように僕たちはバスルームへ入る。3人は入れないのでドアは開けたままだ。少し広めのユニットバス。一見しておかしなところはない。僕は、石鹸を使ったかどうか調べることにした。バスタブを使った跡があるかどうか調べることにした。バスタオルが湿っているかどうか調べることにした。バスタオルかな？こうバラバラにした時に血がついたとして、バスタオルで拭いてそれを洗い流した。血がついたタオル水でバーって流しただけでそんな取れるかな。でもそしたらバスタブか、もう自分をビャーって洗うしかないと思う。でも石鹸そしたら石鹸がありえるのかな。血を石鹸で洗ったかどうか。まあ何にせよバスタブを使った跡があるかどうかなら全部わかるんじゃないかな。じゃあバスタブを使った跡があるかどうか調べることにした。バスタブは濡れた跡もなく使った形跡は全くなかった。外れっぽーい。洗面台の下、洋式便器の中を覗くがもちろん何もない。天井を見上げると四角い切れ目があった。天井裏があるのだ。水戸、肩車するからそこの中覗いてくれないか。いいけど大丈夫なの？私結構重いわよ。70キロくらい？失礼ね、そんなにあるわけないでしょ。なら大丈夫だって、一応男なんだぜ。僕がしゃがむと水戸が肩にまたがる。スカートじゃないのが残念だが、水戸の太ももがジーンズ越しに感じられる。変態か？エッチなこと考えてないでしょうね。考えてない。そう言いながら立ち上がる。おいおい、敏夫さん見てるんだぜ。やっぱり重い。失礼。と思ったがそこは口に出さずに答え、こらえる。水戸は頭上の四角い板を外して天井裏に首を突き出した。何か見える？何にもない。何にも。だったわけだが、とりあえずバスルームには何もないことが分かった。おい、凍えちまうよ。早くしてくれ。外から敏夫さんが声をかける。僕は水戸を下ろすと急いで外へ出た。次はクローゼット。人が隠れていないのはさっき確かめたが、荷物や服は調べていない。カーテンを開け放ち、3人で中を覗き込んだ。ハンガーにはグレーのコートがかけられているだけだった。その下にスキー用の大きなキャスター付きバッグが置いてある。僕はしゃがんで手を伸ばすと引き寄せた。中には何も入ってなかった。脇のポケットなども調べるが、紙切れ1枚出てこない。犯人が盗んだのね、水戸が言う。僕は言った。盗む？いや。どうなんだろう。いや。盗むかな？もしさっきの話みたいに銀行強盗って話なら、あり得るんだけど、お金を盗むこと。でもそしたら、カバンごと盗むと思うんだよね。違うと思う。いや違う、犯人が盗んだんじゃないよ。僕ははっきりと言った。頭の中である考えがまとまり始めていたんだ。談話室に戻ろう。僕は言い放つと返事も待たずに部屋を出た。え、何が分かったの、彼氏。私はまだあまり分かってないよ、彼氏。大丈夫かな。談話室に戻ると僕は言った。田中さんを殺した犯人は分かったよ。みどりさんを殺した犯人は分かったよ。すべての事件の犯人が分かったよ。いや、やっぱり今の時点では犯人は限定できない。こんな選択肢出てるんだから、D にしたらどうなんだ。田中さんを殺した犯人。
分かったの？彼氏まだ分からなくないか？今の時点では。ただみどりさんを殺した犯人、全ての事件の犯人、いや彼氏にはもう全ての事件の犯人が分かってんのかもしれない。かけるか全ての事件の犯人が分かったって。いける、きっと。カレー臭ならいける。全ての事件の犯人が分かったよ。本当に？じゃあ田中さんを殺した犯人も分かったの？水戸が疑わしそうに聞く。うわぁもちろんだ、僕はきっぱりと答えた。田中さんを殺した犯人、そんなやつは知らないね。なんでいきなり情緒不安定かよ。いや、きっとカレー臭には分かってるんだろう。もちろんだ本当に分かったの？一体誰よ？水戸が疑わしげな目つきで尋ねる。僕はすぐにはその問いに答えず、みんなに向かって話し始めた。窓が割れる音がした時、敏夫さん以外の全員が談話室にいました。だから僕は最初、僕たちの中に犯人がいるのなら敏夫さんが一番怪しいと思いました。みんなは不安そうに敏夫さんの顔を見る。敏夫さんはムッとしたような顔つきで、そんなみんなの視線を跳ね返していた。でもトリックを使えば、あの時談話室にいた人にも犯行が可能だったと気がついたんです。僕がそう言うと、一瞬敏夫さんの表情も緩んだようだった。トリックって？水戸が尋ねる。時間差のトリックだよ。ちょっといきなり彼氏で語り始めたな。時間差？時間差攻撃とかの、あの時間差？そうだよ。僕たちは窓が割れる音を聞いて2階へ駆けつけた。でもあの時本当に窓が割れたのかどうかわからないんだ。だって窓は割れてたじゃないか。小林さんは理解できないといった表情だ。それが時間差だと言ってるんです。窓はもちろん割れてました。でもそれが僕たちの音を聞いた時に割れたとは限らない。そうでしょ？音ね、音だけは後から出せばいいのね。水戸がパッと顔を明るくした。そう、僕はなずいた。犯人は夕食後、田中さんの部屋を訪ねて殺し、死体をバラバラにした。そして音を立てずに窓を割る。どうやって？例えばこんな方法がある。ガムテープをガラスいっぱいに貼って強く叩くんだ。音も消せるし、破片も散らばらないらしい。泥棒の手口だけどね。なんで知ってるの？兄ちゃん変なこと詳しいな。加山さんが疑いの眼で見つめたので、僕は当てて首を振った。テレビか何かで見ただけですよ。音を立てないで窓を割ったのは分かったわ。それからどうするの？それから犯人はあらかじめ用意したテープレコーダーをどこかに置いて。テープレコーダーはそんなのあの部屋にはなかったわよ。あの部屋じゃなくてもいいんだ。最初音を聞いた時どこから聞こえたかなんて分からなかっただろう。それはそうだけど、でもあんなに大きく響き渡るようなテープレコーダーって相当大きなものじゃない。水戸は痛いところをついてきた。それにガラスが割れる音をあらかじめ録音したテープを持ってきてたってのも妙な気がするが、小林さんの言うことももっともだ。ガラスを本当に割った時に録音したのかもしれません。小さな音はしたでしょうから、それを大きく流したのかも。あの時の音はそんな感じじゃなかったわ。音だけ大きくしたって同じにはならないと思うけど。水戸に言われ、僕は少し推理を修正した。じゃあこういうことかもしれない。あれは本当にガラスの割れる音だった。ただしそれはあの部屋の窓じゃなく、犯人の用意した別のガラスだったんだ。これならどうだとばかりに僕はみんなを見回した。でもそれじゃあ犯人はやっぱりどこかでそのガラスを割らないといけないわけでしょ。どうやって？それにそんなガラスをどうやってここに持ち込んだの？カレー臭。水戸は次々と問題点を並べ立てる。そんなことは些細な問題だよ。いいかい？僕はイライラしながら答えた。もし僕の推理が間違ってるとしたら、犯人はやっぱり敏夫さんだってことになる。でも僕には田中さんはともかく、敏夫さんがみどりさんまで殺したとは思えないんだ。敏夫さんの暗い瞳にかすかに光が浮かんだ。じゃあ俺じゃなければ一体誰が犯人なんだ？かすれた声を出す。僕はしばらく黙って言葉を整理した。テープにしろ何にしろ、ガラスの割れる音を出す方法があれば、談話室にいた人にも犯行が行えたわけです。でもその中にも2階へ行かなかったり、時間的に無理な人たちがいます。その人たちを消去してみましょう。まず、僕と水戸は夕食後も最後まで食堂にいて、結局2階へも戻りませんでした。それを裏付けてくれる人は何人もいると思います。次に小林さんは夕食後もフロントにいて、その後も僕たちと一緒でした。奥さんはしばらく見かけませんでしたが、当然キッチンで夕食の後片付けをしていたんでしょう。僕が目で問うと、小林夫妻ははっきりと頷いた。三木本さんがここに到着したのは、夕食が終わってだいぶ経ってからでした。2階上がっていた時間もほんのちょっとで、荷物を置いてくるのが精一杯だったと思われます。三木本さんダメかな。たとえチェーンソーか何かを使ったとしても、三木本さんには無理だったでしょう。反論もない様子なので、僕はさらに続けた。三木本さん無理？
OL3 人組、渡瀬さん、北野さん、河村さんたちは例の脅迫状の件があったので一旦部屋に戻ったものの、すぐに一回降りてきています。やっぱり時間が足りません。ここでしばらく黙った。先を続けることがためらわれたからだ。あ、香山さんたちってこと？それで？香山さんが引きつった顔で尋ねた。僕はその顔を見ないようにしながら言った。以上です。香山さんと奥さん、その二人を除いて全員を消去しました。つまり残った二人のうちどちらかが犯人ということになります。春子さんは呆然とした様子で僕と香山さんの顔を見つめた。香山さんは唾を飛ばしながら言った。そんなアホな、なんでわしかて人をバラバラにするような時間はあらへん。それは春子も一緒や。わしらはずっと一緒におったんやからな。あ、春子。春子さんは不意をつかれたみたいに驚いた顔を見せた。ええ、そうです。胃の痛くなるような沈黙が訪れた。僕はその沈黙を破ってさらに言葉を続けた。では第二の事件を考えてみます。浮本さんが襲われた時、外にいたのは小林さん、それに敏夫さんです。他の人は僕も含めてほとんど談話室で待っていたはずでした。ただ一人を除いては。全員の視線が香山さんに集中する。わしかでここにおったやないか。いえ、ずっといたわけではありません。携帯電話を試してみるために一人で2階上がりましたよね。試すだけ試してみようとか言いながら。そうやったかな。そうやとしても2階におったわしがなんで外におる三木本くんを殴ったりできるんや。少し考えてみれば簡単にできることがわかります。僕は言葉を切ってみんなを見ましたが、誰も何も言わなかった。いいですか。三木本さんが襲われたのは田中さんの部屋の真下です。そして田中さんの部屋のすぐ前に廊下を挟んで香山さんの部屋があるんです。田中さんの部屋のすぐ前、ああ、誰も見られずにその間を行き来することはそんなに難しいことじゃない。水戸ははっと息を飲んだ。じゃあ香山さんは田中さんの部屋から下にいる三木本さんを、多分ね。簡単なことだよ。ちょっとしたロープの先に重くて硬い石か何かを結びつける。あとは下に犠牲者が来るのを待って、投げ落とすなり振り子みたいに振り回してぶつけるなりすればいい。僕は腕を軽く振ってみせた。だからこそすぐ前後にいたはずの敏夫さんや小林さんが誰も見ていなかったのです。何しろ犯人は現場にはいなかったんですから。最初は自信のなかった推理だが、こうやって話してみるとやはりこれで正しかったのだと思えてきた。そうかな。え、やばいんじゃない。貴様が突然敏夫さんが座ったままの香山さんに飛びかかった。この野郎。狂ったようにわめきながら首を絞める。うぐ、香山さんは首を締め付ける腕を振りほどこうとするが、全然歯が立たない。はじめ周りの者は皆あっけに取られてただ眺めていた。しかし香山さんの苦しそうな向き声が耳に入ると慌てて小林さんが止めに入った。敏夫くん落ち着くんだ。小林さんのその言葉に三木本さんも我に返った。やめましょう、暴力はいけませんよ。急いで敏夫さんを抑えにかかる。僕は反射的に水戸の体をかばっていた。離せー。狂犬のように暴れる敏夫さんを二人がかりでやっとのことで引き合わせた。三木本さんそんなに動けるの？ゲホゴホゴホ。なんかやばい方向に進んでる気がする。香山さんは喉を片手で押さえながらぜいぜいと咳き込んでいる。奥さんの春子さんは髪のように白い顔をしてただ震えていた。殺してやる、絶対殺してやる。敏夫さんは三木本さんに羽交い締めにされながら、なおも燃えるような目つきで香山さんを睨んでいる。落ち着くんだ敏夫くん。敏夫さんの頬に小林さんは一発強烈な平手打ちを見舞った。その大きな音に僕たちはみんなビクッとなった。叩かれた本人はポカンと小林さんを見ている。オーナー、どうして。驚いて声も出ないと言った様子の敏夫さんは、小林さんは険しい顔で叱りつけた。確かな証拠もないのに香山さんは犯人だと決めつけるわけにはいかない。それくらい分かってるだろう。次に僕の方を振り向く。カレーシュー君、君もいい加減、根拠のない当て推理はやめたまえ。みんな混乱するだけだ。僕は少しカチンときたが、僕が口を開くよりも早く水戸が小林さんに食ってかかった。当て推理なんかじゃないじゃない。おじさん、昔世話になったからってかばうつもりなの？さっきの加齢臭の推理が間違いだというならちゃんと反論してみせてよ。小林さんは口を開きかけたが、言い返すことはしなかった。突然メガネのアキちゃんが立ち上がって叫んだ。私この人と一緒にいたくありません。部屋に戻ります。この人というのはもちろん香山さんのことだ。あ、私も戻る。かなこちゃんとけいこちゃんも立ち上がった。ちょっと待ってください。一緒にいた方が安全なのははっきりしてるんです。ですから。慌てた様子で言う小林さんに、アキちゃんはハッとするほどきつい姿勢を向けた。じゃあこのおじさんをどこかに縛りつけといてよ。人殺しと一緒にお茶なんか飲んでられるわけないでしょ。甲高い怒鳴り声を上げる。ごく普通の明るい女の子だと思っていた彼女が目をギラギラさせて小林さんを睨みつけている。僕はその姿に背筋が凍る思いだった。
とにかく私は今夜は部屋から絶対出ないつもりですから。有無を言わせぬ口調で彼女たちは決戦と階段を上がっていった。いいんですか？女の子だけじゃヤバいんじゃないかな。浮又さんがおろおろした様子で彼女たちの背とみんなの顔を交互に見ている。犯人が死んでしまえばみんな安心して眠れますよ。敏夫さんは加山さんをにらみつけながら言った。なんやまだわしがやったと思っとるんか。せや敏夫くん、そもそも君が一番の容疑者なんやで。泣いてみせたかてわしは騙されへん。なんだとまだとぼけやがるのか。また顔を赤くして敏夫さんは怒鳴る。お願いだからみんなもうやめて。悲痛な声が響き渡った。京子さんが両手で顔を覆い泣き崩れたのだった。敏夫さんは毒気を抜かれたような様子で立ちすくんでいる。そんな風にお互い疑り合って罵り合って恥ずかしくないの？でもママさん、こいつは緑よ。敏夫さんの言葉も京子さんの耳には届かなかった。嘘よ、こんなの嘘よ、全部夢なんだわ。こんなことあるわけがないのよ。彼女はずるの目をしてブツブツとつぶやき続けている。京子、しっかりしなさい。小林さんが声をかけて奥さんの肩を揺さぶると彼女は声もなく泣き始めた。そんな二人を見つめていた敏夫さんは僕の方を振り返って呼びかけた。カレーシュー君。は？君はどう思ってるんだ？自分の推理に自信はあるんだろう？カレーシューが私と違う考えをベラベラと喋る。ここまで言って？だって私の意見だと三木本さんが怪しいと思う。自信ないとか言っとけ。正直言うと自信ないです。僕は少しためらった後で答えた。自信ないってそんなことじゃ困るじゃないか。敏夫さんは怒ったように言う。困るって言われても僕の考えはさっき言った通りです。それが正しいと思うかどうかは皆さんで判断してください。僕の言葉にみんなは互いの顔を見合わせた。口火を切ったのは水戸だった。私は加齢臭の推理を信じるわ。だって他に考えようがないもの。何人かがうんうんと頷く。そうかな。ちょっと待たんかい。まさか多数決かなんかで決めるつもりはないやろな。多数決、それもいいかもしれないけど、ここは一つ裁判と行こうぜ。俺たちは民主国家の国民なんだし。敏夫さんが口元を歪めて笑う。裁判。僕は戸惑いながら聞き返した。そうだ、加齢臭くんが検事で、俺たちは、陪審員だ。弁護は本人か奥さんがやればいい。陪審、うん。全員一致で有罪ってことになったらその時は。まさか殺すっちゅうんや。そうしてやりたいところだけどな、閉じ込めておくってのがせいぜいだろう。敏夫さんが残念そうに言うと、加山さんはほっとした様子を見せた。それで気が済むんやったら好きにしたらええ。それじゃ加齢臭くん、告発を始めてくれ。いきなり言われても困るが、みんな真剣な面持ちでこちらを見つめている。仕方なくドラマで見たような口調で喋り始めた。加山誠一さんを、田中なんだっけ。まあいいか、田中さん呼び、篠崎みどりさん殺害、一応僕への暴行も、三木本さんが申し訳なさそうに言う。および、三木本さんへの暴行傷害の容疑で告発したいと思います。大体のことはさっき言いましたから、要点を整理して述べます。田中さんを殺すことができ、なおかつ三木本さんを殴ることができたのは加山さんだけです。よって、加山さんが犯人だと思われます。加山さん無罪を主張しますか？敏夫さんは皮肉めいた口調で尋ねる。当たり前や、わしはやってへん。では、弁護側の反論を。そんな猿芝居が続けられるかい。やってへんもんはやってへん。それしか言うことはないわい。そうですか。じゃあ、評決を取ってみましょう。彼が有罪だと思う人は。自分で言いながら敏夫さんは手を挙げる。水戸が手を挙げ、僕も仕方なくそれに習った。やがて、おずおずとみんなの手が挙げられる。手を挙げていないのは、加山さんの奥さんの春子さんを除けば小林夫妻だけだった。では、無罪だと思う人は。加山さんが勢いよく手を挙げたが、驚いたことに春子さんと小林夫妻は今度も手を挙げなかった。どういうことです？敏夫さんが尋ねると小林さんは顔を歪めて答えた。わからない、どっちとも判断がつかないってことだ。加山さんの奥さんもそうなんですか？敏夫さんが驚いたように尋ねると春子さんは夫から目をそらし唇を噛んだ。おい春子、まさかわしのことが信用できへんちゅんやないやろな。どういうことなんや、言うてみ。春子さんはつむいたまま答えない。敏夫さんはあえて追求せず、蹴りをつけてしまうことにしたようだ。三人は危険とみなしていいでしょう。全員一致で有罪と決定しました。もう勝手にせ。閉じ込めておく場所はやっぱり地下室がいいでしょうね。いいですね、オーナー。ああ、そうだな。小林さんは心苦しそうな様子でなずいた。敏夫さんはフロントへ行くと壁にかけられた鍵の一つを取り、加山さんに声をかける。さあ、こっちへどうぞ、お客さん。僕はゾッとした。
その顔に一瞬不気味な笑みが見えたような気がしたのだ。居心地のええ部屋頼むで。加山さんも辛い張りのつもりかそんなことを言う。あなた、春子さんの心配そうな呼びかけに大きくなずいて答える。水戸ちゃん悪いけど毛布を 2,3 枚持ってきてよ。地下室の扉を開くと敏夫さんは振り返った。ついでに雑誌も 5,6 冊な。加山さんがそう言うと敏夫さんは顔をこわばらせて睨みつけた。開き直ったその態度に腹を立ったんだろうが、結局爆発には至らなかった。水戸は一旦2階に上がると頼まれた通りすぐに毛布と雑誌を持って降りてきた。ほな休み。頼んだものを渡されると加山さんはにっこり笑って地下室の扉をくぐった。裸電球の赤い光に照らされた地下へゆっくりと降りていく。加山さんの背中が見えなくなると敏夫さんはバタンと扉を閉め慎重に鍵をかけた。これでみんな安心して眠れるはずだ。そうだろう。敏夫さんの言葉に僕と水戸はちょっと顔を見合わせ、おずおずとうなずいた。そうだ、もう何も心配はないはずだ。なのにこの拭いようのない不安感は一体何なのだろう。談話室に戻ると敏夫さんは手にしていた鍵を小林さんの手に押し付けた。みんなが起きた後で開けてやってください。ああ。小林さんは気の抜けた声で答える。どちらが雇い主かわからないような頼りない返事だ。お二人も休んでください。俺たちにできることはもう何もありませんよ。明日天気が回復するのを願うだけです。そうだな、そうかもしれないな。京子はさ、部屋に戻ろう。京子さんは肩を痙攣させるようにしてまだ泣き続けていた。小林さんはその肩にそっと腕を回すと立ち上がった。残ったのは僕と水戸、敏夫さんに三木本さん、そして加山さんの奥さんの春子さんだった。本当に主人が犯人なんでしょうか。か細い声が聞こえた。僕は、当惑した。主人は犯人じゃありませんというならわかるが、犯人なんでしょうかとは一体どういう夫婦なのだろう。僕は状況から推理しただけですから。おいおい、そんな自信のないことでどうすんだよ。あいつが犯人なんだろ。敏夫さんに苛立ったように言われ、僕はさらに混乱した。でもあれが犯人の態度でしょうかね。ぽつりと三木本さんが疑問を投げかける。証拠がないと思って安心してやがるのさ。敏夫さんが吐き捨てるように言う。でも警察が来てしまったら科学捜査で証拠なんかいっぱい出てくるんじゃないですかね。証拠を残してない自信があるんだろ。とにかくあいつ以外犯人は考えられないんだよ。俺はもう部屋に戻るからな。敏夫さんはそう言うとさっさと廊下の奥へと去っていった。後に残された僕たちは春子さんを前にして黙り込んでしまう。うつむいたまま春子さんが口を開いた。私、交際後妻なんです。僕は対応に困って水戸の顔を見たが、彼女とて困惑している様子だった。あの人、私にも子供たちにも優しすぎるぐらい優しい人ですけど、仕事の方じゃ鬼社長とか人手なしとか相当ひどいこと言われてるんですよ。でも私には実際のことは何も言いませんから、実際どんなことをしたのかは知りません。私、あの人のほんの一面しか知らないんです。でも加山さんが何か悪どいことをやってきたんだとしても、恨まれる理由にはなっても殺す理由にはならないでしょ。僕はつい加山さんをかばうようなことを言ってしまった。でも殺されそうになったら逆に殺してしまうことだってあるでしょうね。考え三木本さんが言う。さっきからなんか三木本さんの言うことちょっと意味深なんだよな。それももっともだと僕は思い黙り込んでしまった。あの田中という男が加山さんに恨みを抱きここまで追いかけてきたのだろうか。水戸が無理に明るい声を出した。とにかく奥さんも休まれたらどうですか。これ以上いろいろ考えていても何もわかりませんから。その通りだ。春子さんもそう思ったのか力ない笑みを浮かべて立ち上がりふらふらと歩き出す。春子さんはゆっくりと階段を上っていく。それを心配そうに見送りつつ三木本さんが言った。じゃあ僕も戻ろうかな。君たちはどうするんだい。もちろんいずれは戻るつもりだったが、そうすると部屋が別なため水戸と離れ離れになってしまう。それが少し不安なのだった。と言って一晩をどちらかの部屋で過ごそうと声をかけるのはなんだかためらわれた。水戸、僕の部屋に来ないか。僕は思い切って言った。こっちだろ。水戸、僕の部屋に来ないか。僕は思い切って言った。この大変な時に妙なこと考えてるんじゃないでしょうね。とんでもない。僕はただ、言ってもいいけど変なことしないでね。当たり前じゃないか。ねえ。明かりを消してしまうのは不安だったので、僕たちは何もかもそのままにして2階へと上がった。階段上がるとき、三木本さんは一瞬僕の方へ倒れかかってきた。大丈夫ですか？ごめん、ちょっとクラッと来て。が、なんとか自分の足で部屋までたどり着いた。じゃあ、気をつけて。三木本さんは最後にそう言って自分の部屋に入った。三木本さん怪しくない？さっきから。だって、なんか、さっきみたいな、なんだっけ。殺さざるを得ない状況だったから殺したんじゃないかなとか言ってたけど、それはなんかもういろいろ
なんか探すなっていう忠告だったりそういうことだったりしないの？三木本さん、何に気をつければいいのかよくわからなかったが、この場にはひどくふさわしい言葉のような気がした。ほら、これ以上なんかちょっと余計な動きをするなよっていう忠告に聞こえる。私には、僕は自分の部屋の扉を開けると先に彼女を通した。どうなんだろう。水戸をベッドに座らせ、僕は向かい合うようにしてもう一つのベッドに腰をかけた。朝まで一緒に起きててくれる？ああ。体は疲れ切っているのだが、そう簡単に眠れるとも思えない。沈黙が訪れた。ペンションの夜、水戸と二人きりの部屋、待ち望んだことだったはずだ。しかし、僕は黙って手を伸ばすと彼女の手を軽く握った。僕は彼女の隣に座ると肩に腕を回した。なんかこっち選ぶとなんか両親が痛むというか、真面目にここは進めたいんだけど。なんか BGM もいい感じだし、ここは真面目にさせていただきましょう。僕は黙って手を伸ばすと彼女の手を軽く握った。みどりさん、本当に死んじゃったのかな。水戸がぽつりと言った。僕には何も言えなかった。明日になったらさ、全部お芝居だったんだよって、このペンションの余興なんだよって、それでみどりさんも元気に起きてきて、ねえ、そんな風にならないのかな。みどりさんは間違いなく死んでいた。それはもう動かしようのない事実だ。だが水戸の言うような光景を僕も一瞬想像した。全部お芝居だったんだよって、そうだったらどんなにいいか。そうだったらどんなに。私怖いよ。僕だって。どうして人は誰かを殺したりできるの？水戸はなんだか哲学的にも聞こえる素朴な疑問を発する。もちろん僕に答えられるわけもない。香山さんみたいな人が人を殺したなんて私には信じられない。僕もだよ。僕もなんだか信じられなくなってきた。本当？じゃああの推理はやっぱり間違ってたってことなの？いや、まだ間違ってるとは思っちゃいない。でももしかすると何か大きな見落としをしてるのかもしれない。もし本当に僕が間違っていて犯人が別にいたとしたら、一体どうすればいいんだろう。もし犯人が別にいて、そしてまた新たな犠牲者が出たとしたら。そう考え、思わず身を震わせていた。カレー臭、水戸がつぶやいた。何？もっとそばに来て。あれれー。あらるえー。いいのかい。僕は黙って彼女の隣に座り、肩に腕を回した。聞き回すんかい。彼女の小さな肩は小刻みに震えていた。水戸だけはたとえ何があっても僕が守ってやる。僕はそんな気恥ずかしい誓いを立てた。ほう。ほんの少し触れ合い安心したことで、身も心も疲れ切っていた僕と水戸は寄り添ったままいつしか眠ってしまったようだった。てんてんてん。ふと目を覚ますと僕は一人ベッドに倒れ込んで眠っていた。あれ？水戸は？腫れぼったい感じのするまぶたをこすりながら部屋を見ます。水戸の姿がない。水戸？とりあえず呼んでみる。やっぱり返事はない。腕にはめたままの時計を見ると3時50分だ。シャワーでも使っているのかと耳を澄ますが、窓越しに甲高い風の鳴りが聞こえるだけだ。僕は立ち上がってドアに近寄った。開いている。え、怖い。怖いんですけど。ほんのわずかだがドアは確かに開いている。僕は戦慄した。ぐっすり眠りこけている間に誰かがここへ鍵を開けて入ってきたのだろうか。そして眠っている水戸をそっと運び出したのだろうか。いや、絶対にそんなことはない。どちらの目も覚まさずそんなことができるはずがない。それに大体そんなことをする必要がない。水戸は何か理由があって自発的に部屋を出て行ったのだ。例えば何かを取りに自分の部屋に戻った。あるいはシャワーを使いに自分の部屋に戻った。そう、起こしてはいけないと僕のことを気遣って。何にせよ彼女は今一人だ。心の中に黒い不安が込み上げてくる。とにかく無事かどうか確かめなければ。迎えに行かなければ。やばい、私が死んじゃう。みんな眠ってしまったのか、廊下は死んと静まり返っている。明かりはまだついたままだ。僕はなんとなく忍び足で水戸の部屋の前までやってきた。水戸？ドアをノックして呼びかける。返事がない。耳をドアに押し当てて、中の音に耳を澄ます。やはり風の音しか聞こえない。シャワーを使っていたとしてもバスルームはドアのすぐ近くにある。何も聞こえないはずはない。僕はノブを掴んでひねってみた。拍子抜けするほどあっさりとドアは開いた。え、なんか嫌な予感がする。水戸、いないのか？僕がそう呼びかけた時、開花から悲鳴が聞こえてきた。びっくりした。もうちょっと撮るか。悲鳴には、本当の恐怖に直面した時の悲鳴には、それを聞いただけで人を震え上がらせる効果がある。もうマジでびっくりした。今の悲鳴がそうだった。水戸が何か恐ろしいものに直面して助けを求めている。そう分かっていても僕の足は一向に動いてくれなかった。あれほどの悲鳴を上げさせるものにはお目にかかりたくない。そんな気持ちでいっぱいだった。
何回もあげるね。再び彼女の悲鳴が聞こえた。先肌のものより弱々しい、恐怖というよりも悲しみに彩られた悲鳴だった。2階はまるで人が消えたかのように静まり返っている。悲鳴を聞きつけて誰か飛び出してきてくれないものかと期待したが、そんな気配すらない。僕は、いや、一刻も早く行こう。行ってくれよ。勇気を振り起こして階段へ向かう。この階段、こんなに音がしただろうか。驚くほどきしむ階段を恐る恐る降りていく。談話室には誰もいない。玄関に出て乾燥室の方を覗き、僕は一瞬心臓が止まったかと思った。地下室の扉が開いていたのだ。次に心臓はドクドクと恐ろしいほどのスピードで打ち始めた。水戸？喉の奥から絞り出した声は自分のものとは思えないようなかすれた声だった。香山さんは地下室から抜け出したんだろうか。一体どうやって？それとも逆に誰かが鍵を開け中へ入ったんだろうか。だとしたら一体何のために？その時バタバタと大きな足音が響いてきた。僕は驚いて飛び上がりそうになった。振り向くとそこには水戸がいた。大丈夫水戸？走ってきて急に止まろうとして転びそうになっている。カレージュ！彼女は驚きと安堵の入り混じった声を上げる。水戸、一体何があったんだ？おお、動く動く。彼女は僕の問いに答えず胸に飛び込んできた。しっかりと震えるその肩を僕は抱き止める。どうしたんだよ、さっきの悲鳴は。水戸か？おじさんとおばさんが？それだけでおおよその想像はついたが、僕はそれを認めたくなかった。またしても誰かが、今度は小林さんを襲ったとでも？そんなことのあるわけがない。罪のない人たちが次々と殺されるなんて、そんなことの許されるはずがない。まさか、小林さんたちまで？呆然と問いかける僕の胸で水戸は黙ったまま何度もうなずいた。一体誰が？僕は地下室を振り返った。香山さんはどうしただろうか？もしかしたら香山さんが地下室を抜け出して小林さんたちを？僕は香山さんが地下室にいるのかどうか確認するのが先だと思った。一刻も早く小林さんたちの様子を見に行こうと思った。どうなんだろう？いや、時間いい感じなので、今日はこのくらいにしましょう。いやー、ちょっと待って、これってさ、なんか、何人も犠牲者が出る前に事件を解決するシナリオってあるのかな？あるんだとしたらもう最悪だけど。まあ、初見だしね。ね。まあじゃあ次回、この選択肢からやっていきましょう。うわー、ちょっと気になる。すごい気になるし、さっきの悲鳴のやつですごい鳥肌、収まんない。じゃあとりあえず次回に続きます。お疲れ様でした。